ワープ完了を確認。 EN2 はバロックダークの進行ルートにいます。これ以上の進行は太陽系中域に悪影響を与えます。よってここが最終防衛ラインです。各部隊発進してください。目標バロックダーク極点、カルナス発進。強化しても当たらなければ意味はない。照準がことごとく外されている。ファントム艦の反応能力の高さは大したものだ。感心するのも結構だけど、一隻ぐらい沈めてほしいわね。これだけ狙い撃ちにされたら、私クラスの優秀なパイロットでも冷や汗かいちゃう。リム、お外に行ってやっつけてあげるのよ。私も及ばずながらお手伝いします。どうやって外に出るんでしたっけ？でもこれは本当にまずいわ。さすがに少しきつくなってきたわね。それは無謀だ、ミスターエイルバット。黙って見ていろ。どうした？さっさと行け。また囲まれるぞ。ああ、頼む、ミュリア。了解。マニュアルで全弾命中させるなんて、原始的というか、野蛮ね。お前らが機械に頼りすぎているだけだ。耳に痛い。だが、おかげで今が絶好の好機。そうね。今なら一直線でバロックダークに行ける。エイルマット、武装完成は頼んだ。任せろ。よし、カルナス、このまま直進。これがバロックダーク。ミッシングプロシージャーに力を送っている暗黒の天体か。なんだか見ていてゾクゾクしてしまいます。防衛艦隊を突破した今ならガードも緩いわ。ここは一気に最後まで決めちゃわない？ああ、このままバロックダーク極点に上陸するぞ。
待て。ミスターエッジ、これを。これは。思った以上に身持ちが固いこと。その数先ほどの軍勢のおよそ2倍。やはりミッシングプロシージャーある限り、その戦力は無尽蔵か。これも死神の呪いかもしれない。元を立たなければ。この繰り返し、クソ、どうすればいいんだ。今の攻撃は…エッジ、これを見て。ミスターエッジ、通信が入っている。ケニッシュ、それにガガーンさんも。あなた方とはエイオス以来ですね。お互いいろいろとありましたが、ご双剣で何よりと。今は再会を喜んでいる場合ではありませんか。間に合ってよかったよ、エッジ君。司令、どうして。君たちと別れた後、太陽系へ近づく謎の天体が確認されたのだ。私にはその突然の出来事が、君たちに提供された情報と無関係には思えなかった。そしてここまで来てみれば当たりのようだな。我々もこの戦いに加えさせていただこう。もちろんエルダーも及ばずながら助力を。我々は地球人との友好を大切に思っています。ガガーン氏の説得でエルダー人も動いてくれた。ことの真相を確かめるためにな。我々が援護する。君たちはなすべきことを成したまえ。はい、必ず。ところでフェイズの姿がないようですが。フェイズはエルダーの移民艦の救助に行っています。同胞の危機が去ったら必ず駆けつけてくれると信じています。フェイズをあなたに同行させたのは間違いではなかったようです。フェイズをよろしくお願いします。カルナス、全速前進。
まもなくバロックダーク極点上空、進路クリアです。よし、このタイミングを逃すな。カルナス、極点上空より突入する。どういうことだ。カルディアノンが、極点が星に飲み込まれていく。正確に言えば、バロックダーク表面物質が極点へ集中。いわば極点海面が上昇しているようだ。それに伴い極点に高エネルギーの流入を確認した。最終防衛機構が発動したようね。実体を伴うほどの超高エネルギー集積体だ。どれほどのエネルギー量になるのか未知数だ。カルナス、緊急離脱。今すぐあれの前から離れるんだ。了解。本当に大丈夫でしょうか、副長官。ああ、ケニー司令とエルダー艦隊もなく、ムーンベースは今ほとんど無人状態。もしその謎の天体が攻撃でもしてきたら、やはり我々も同行すべきだったのでは。バカを言うな。太陽系の果てまで行く義務など私にはないわ。くだらん戦いなど奴らに任せておけばいい。元戦争屋の我らが英雄様にな。おい、ちゃんと火が通ってないぞ。ん？何が起こったの？坊やの指示が一瞬でも遅れたらまずかったわ。味方艦隊の状況は？確認いたします。
球艦隊とモーフィス艦隊ともに 40% 近くが消滅、残存艦隊の戦力も著しく低下している。レイミー、司令の艦とつないでくれ。地球艦隊、応答してください。こちらカルナス。連合艦隊、ケニー司令、聞こえますか？エッジです。エッジマーベリックです。機能がやられたので、各自艦隊を立て直しと。司令、ケニー司令。くそ。エッジ。ぼさっとしてるんじゃない、エッジ。死にたいのか。エンジン全開、垂直レイジ方向に回避。了解。まったく、遅れてきて偉そうに。でも、心強いよ。二人が来てくれて、さ。なんだよ、これは。お船がボロボロなのよ。無理もないわよ。にゃ？エルダーの移民艦隊を守るために先頭に立ってファントム艦と戦ったんでしょ？だったら無傷でいられるはずがないわ。ミエリアさん、よう、遅れてすまなかったな、エッジ。クロー、お前ひどい傷、一体どうしたんですか？大変な戦いだったのだな、ミスタークロウ。俺の目の前で多くのエルダー人が死んだ。全ては俺の不甲斐なさゆえだ。もういいんじゃない？ミュリア、あなたがどれだけのことをしてきたか、きっとみんな知っている。私だって知ってるんだから。だからいいじゃない、自分を責めなくても。ありがとうミュリア。何にせよよく来てくれたよ。またお前と一緒にやれるのが僕は嬉しい。エッジ、少し手間取ってる。手を貸せ、クロウ。ああ、そのために来たんだからな。そう来なくっちゃな。なに、クロウとフェイズがいれば。そうなのよ、フェイズなのよ。フェイズの椅子はもうイルタンのなのよ。フェイズには床しかないのよ。でも、どうしてもって言うなら、リムの椅子を半分だけ。すまない。え？本当に、すまない。クロウ、なんで謝るんだ？俺は、フェイズを止められなかった。同胞のため一人で飛び出していった彼を止められなかった。止められなかったんだ。
何が、フェイズに何があったんだ。ファントム艦に次々に落とされる同胞の姿を見て、フェイズはソルでたった一人奴らに、おそらくフェイズさんが。そんなのって嘘だよ。あのフェイズが嘘。フェイズくん。リムちゃん。それが無駄なことだと自分でも分かってるだろう。こんなところで止まっていられない。カルナスはこれよりバロックダークに強行突入する。バッカス、第三者までのエネルギー充填にあとどのくらいかかる？正確には算出できないが、いつ撃たれてもおかしくはない。それでも行くしかない。あれを突破しなきゃその先には進めないんだ。そういうことだ。クロウ、援護を頼む。何も考えず前に進むのは確かにお前らしい。だが時と場合ってものがあるだろうが。けど他に方法がないんだ。俺に考えがある。でなきゃこの体でのこのこ来やしないさ。考えって、あれを何とかする方法があるのか。だから、お前らはそこで待ってろ。クロー、お前、何を考えてる。成功法じゃ、あの化け物は突破できない。なら少しばかり無理をするしかない。この愛すべきポンコツにできる最後の大仕事だ。アキラをアンカーにしてワープエンジンを解放し、重力子をリバースさせる。そこで奴のどてっぱらにブラックホールを作る。奴は自分自身に吸い込まれるって寸法だ。バカ野郎、そんなことしたらお前は。今更だけどさ、年上の人間にバカ野郎はないだろう。こんな時にくだらない冗談を言うな。待ってろ、今すぐ追いかける。来るな。ダチなら黙って見送れ。クロ、俺を信じてついてきた奴らに礼を言いたいんだ。だから行かせてくれ。頼むよ、親友。勝手にしろ。ありがとう。エッジ。宇宙、頼む。お前な、きっと。おまん、太田、ジョー、レディ、フェイズ、みんな、また一緒に星の海へ。
バロックダークの防衛機構完全消滅を確認。アキュラの消息は不明。エッジ、エッジ君。さあ、行くぞ。レンジシールドを全方位に展開。バロックダーク極点に開いた穴に強行突入する。カルナス発進。突入形態に切り替える。武器を捨てるか。この船にもう攻撃手段はない。もう少し、もう少しなんだ。だから耐えてくれカルナス。クロウやフェイズの意志を無駄にしないでくれ。どうしたの、お嬢ちゃん。何かがカルナスへの攻撃を遮断しているんです。電磁シールドはもうないのに。何ですって。これならギリギリ。いや、俺がいる以上天国ではないな。なんとか生きてたどり着いたようね。私今飛んでます。それは頭がクラクラしてるだけだよ。リムちゃん大丈夫？うん、平気なのよ。でもさっきのは何だったのかしら。リムのお絵描きなのよ。え？お絵描きって、もしかして、あの落書きのこと？落書きじゃないのよ。お絵描きなのよ。これは推測なのですけど、もしかして、リムちゃんのお絵描きが複雑に作用して、障壁呪文になったのではないでしょうか。あれにそんな力があったなんて。ええ。変なのよ。ありがとうカルナス、ずっと僕たちを守ってくれて。リムルもありがとう、本当に助かったよ。
ミスターエッジ、EN2 と連絡を取った。作戦に変更はないとのことだ。転送装置をセットし、増援を迎え入れるんだな。うん、そしてバロックダーク中枢に乗り込むのだ。ああ、ここからが正念場だ。行くぞみんな、バロックダークの中枢へ突入する。